今年最後の息吹ということで、今日は植松さんとできるのでちょっと楽しみにしてます。今年、まあもう今年終わっちゃうんでちょっと寂しいかなって思うんですけど、来年から、いやこの試合から先輩に食らいついて先輩引きずり下ろしていくような試合ができたらいいと思ってるんで、ガンガン挑戦していきたいと思います。で、いろいろ一井さんの試合を見て研究したときに、あ、これは息吹の植松のキャラだったら多分 120% しか一井さんのいいとこ出せないなと思って、これはいつもの植松、あの植松がちょっと出てこないといいとこ出せないかなと思ってるんで、今日の試合は白いコスチュームでもしかしたら植松と試合が降臨するかもしれないいつもの続きましては植松俊恵対1位前の一戦です、はい、息吹再び登場となりました植松俊恵ですが、さあまずは1位前が元気を切った、元気を切った、いいですねこの元気、そうですよね、さあいきなりスピードでそして勢いで植松を押し込んでいきました。さあ植松防戦一方、もう一回いった、さあコーナーに振っていくドロップキック、さあいい形で先制したのが1位前、さあよっしゃーなというのも光ります。そしておっと、これは植松さんがよくやってる、そうですね、今の顔面押しでしたよね、はい、あえて顔面押しの名人である植松に顔面押しを決めていった、そしてそれに対して植松が怒っていきました。さあ同じように対角線上に振っていく、さあ同じ形でリベンジを果たすのか、さあ今度もまたコーナー上の争いになるのか、おっとこれはリーチが長い、一応リーチを生かした攻撃であります、いいですね、一時勝利、はい、そうですよね、途切れがないですよね、さあ、勢いがいい、そしてスピードもある、元気もあります、一枚、さあ、今は下から上へ飛ぶような形で、そして三角飛び、三角飛びのボディアタック、さあ、一枚、息吹に出るたびにその元気の良さが光ります、さあ、今のは何か小手の攻撃を、おっと、これはすごい、ギロチンドロップを手でカバー、すごいですね、そうですよね。さあ植松としてまか不思議な動きをしていく、そしてそのまま抑え込むスクールボーイはカウント2、さあ前回まさか自分が息吹からオファーが来るとは思わなかった、おっとモードチェンジを叫んだ、さあここでいつもの、さあいつもの、いつもの植松俊恵が出てくるようだ、さあこの試合前宣言してみました、もし1位前から息吹を感じ取ることがあったら、そしたらいつもの私が出てくる、そうです、その息吹を感じて今いつもの植松全開、さあしつこくいきますね、まだいきますよね、さあしつこくいく、まだまだいった、さあこれは序盤にやられた顔面押しの仕返しでもあります、さあ顔面押しをポンプが3連発、さらには低空の顔面ドロップキック、植松選手は、ね、本当にこの息吹の卓球は、はい、オファーがないものだと思っているんですよね、なるほど、まさかこれだけ合うとは思わなかったですよね、まあでもそうですね、はい、息吹の時はいつもとはちょっと変わった形でっていうのは、はい、想像しました、なるほど、はい、まあ、植松自身も本当にこの息吹を研究した結果こういう形になりましたという、そのストレートヘアとこの白のセパレートなんです、いつも植松では見られないような格好になっています、今度はすごいハイキック、後頭部へ2連発、おっと植松耐える、さあこれが相手の力を 120% は当たり前、私は 240% 引き出すといったその力であります、おっと前から、今度は前からの指固め、手を取って前からの指固め、さあグラウンドのレスリングもこのダイヤ時代にはカオル選手からの直伝でいろんな形の、決め技、そして固め技、関節が持ってます、そうなんですよね、さあ今度はブルドキングヘッドロックを先制、さあこれも珍しいブルドキングヘッドロック、息吹でしか見せない植松モードが全開、さあこのストレートヘア、まるで別人かと思うような植松コスチュームであります、いいですよね、そうですよね、非常にこれ毎回見せてもいいぐらいのね、はい、なんか生き生きとしたあの表情を見れるんですよね、さあ植松コスチューム、息吹でしか見れないこの表情、あっとーこれはいい形だ、カウンターの、カウンターのキック、ハイキック、これは惜しいです、そうですよね、はい、やはり序盤に見せたような勢いの良さをもう一回出してもらいですね、はい、2段蹴り、一井選手もいつも新木場に来て一緒に練習しているメンバー、はい、伊藤道場で、はい、どうかな、これも完結、伊藤道場の練習はもちろんあるんですけど、はい、その伊藤道場の練習がない日は新木場に来てますね、あ、それだけ練習熱心なんですね、はい、そうですね、その
ど今の豊富さが今この試合に出てる。おっと惜しい。さあ今のかかと落とし、これは惜しくもカウント2ですが上松を追い込むところまで行っています。さあ上松手にしびれが来ている状態。さあ相手の技が出てきてすごい方ですよね。さあ本当にこの下に振り落とすようなかかと落とし、伊藤道場に移籍しているこの一枚も本当に筋肉としています。おっとこれは足の攻撃、一枚の足を押し抜ける。そして三角取りの状態。ここは上松としている。いやいいですね。いいですよね。もう一回いきました。テイクドロップキック。さあこの伊藤に再び登場となりました上松。吉田丸子とのタッグを経て今度はシングルで一枚と対戦をしております。さあまさか出るとは思わなかったというこの伊吹のリング。しかしその伊吹のリングで躍動しているのはこの上松としてその伊吹バージョンであります。さあ何かを狙っている。おっとこれは上松スプラッシュ。そのままリング中央。おうまい。粘りますね。粘りますよね。頑張って粘ってほしいですね。そうですよね。さあこの1位前の粘り、必ずこの伊吹に何かを残してくれる、そんな感じはしたします。この1位前、はい、あっとうまい。今日の1位なら、あそうですよね。あっと今期待ができたんだが、はい、うまくドラマスキルで回復できる。そのままでいるかと。おっとそう今日の1位ならなんかこう上松さんから一勝できるか、はい、そうですよね。ありますよね。諦めない、決して諦めない。そしてローリングして返していく。もう一回2段振り、これは失敗。あっとドラゴン捉えられた。さあここではリングの中央決まってしまうか。決まりました、カウンター3。いやしかし1位前大前線でありました。